こんにちは、大変金 jp の堀です。えー、今日はですね。知的生活の設計の。韓国版が来たという話題です。 本当は今日は動画を撮るつもりはなかったんですけれども家に帰りましたらですねこんな素晴らしいものが届いていましたので紹介せざるを得ませんえ知的生活の設計これ去年の11月に角川から出た本で10年後の自分を支える83の戦略というそういう内容になっているんですけれどもえ韓国版5番が早くも出ました。この手のもの手もね あの日本で出てからある一定の評価を受けてそして海外のエージェントの方が、まあ、コンテンツとしてこれ翻訳したいっていうふうにオファーをいただいていいよって向こうも、ね、大丈夫ってこう一旦何回かや,ったやり取りをしなきゃいけませんので結構時間がかかるんですね。で、えー、今ね「ライバルとかも色いくつか動いている中でなぜかこいつだけが一番早くできてしまったというそういう経緯です。 中身はですね、実は83のあった項目がググッと減っていましてなんと44 <laughs> 全然違うじゃないですか。えー、と日本でしか使えないウェブサービスとかあるいは韓国ではあまり一般的ではない、えー、iPhone のアプリとかそういったものは全部、えー、削除してあるそうで、まあ、エッセンスだけを取り出して 翻訳ししたとといいうことらしいですねで私の方でも、えー、チェックしているんですけれども原稿は、えー、一番僕が気になっていたのが一章ですね「知的生活とは何か」そしてそれをどのようにしてこう組み立てていって10年後につなげていければいいのかとそこをほとんどあの書き尽くしているのが一章なので「一章が全部入ってるならばあとは適宜やってください」というふうに指定しましたらまあその通りになっていました。 あのちゃんとハングルになっていて、いくつか差し絵も使っていただいてるみたいで、すごくあのいい感じの本に仕上がっています。翻訳してくださった方本当にありがとうございます。これまで翻訳された本といえばですね、えっとモレスキン本中村さんとのよこ、えー、さんとの一緒に書いたモレスキンの本の、えー、台湾版ですね。こちらがすで、えー、に出ていますし。 あとその続編ですね「モレスキン人生を入れる61の使い方」っていう本をこれまた洋子さんとあと、えー、あれですね「モレスキンカウボーイ」との3人の協調で書いたんですけれどもこちらも、えー、台湾の方で翻訳されて出版されています。台湾はね文具すごくあのいろんな店がありますからね一度訪問したいんですけれどもこんな感じであの時々本を書いているといいことも たまにはあるとということですね残念なのは、えー、僕自身はハングルを読むことができませんので、えー、っ実際にこの中に書かれていることとか多分翻訳された方はその韓国向けに、えー、テイストを変えて翻訳しているはずなんですけどもそれを僕は読み取ることが できないのだけがちょっと残念ですねなのでもし、えー、韓国語に流暢な方がいらっしゃったならば、あのー、一冊お送りいたしますので、えー、ぜひですね、あのー、これをどんな雰囲気の本なのかっていうのを教えていただけると嬉しいなと思います。そんな人いるといいんですけれどもあるいはね韓国でもしかしてこれを見ている人がいらっしゃったならば感想など教えていただけると嬉しいです。 ということで、えー、次の本も今企画が進んでいて執筆を始めるか始めないかというところまで来ていますのでこれも、えー、ほどなくお届けすることができるんじゃないかなと思います。頑張ります。ということで今日はこれまでにしたいと思います。ではでは。